皆さんこんにちは。世田谷美術館の学芸員の塚田美希と言います。今回器と絵筆という展覧会をやっているんですけれども、北大路魯山人の器、それからアンリ・ルソーをはじめとする素朴派と言われた人たちの絵筆から生まれた作品、世田谷美術館の2つの大きなコレクションを一度にまとめて見せる展覧会をやっております。今日はその前半、魯山人のパートを皆さんと見ていきたいと思います。はい、こちらが北大路魯山人です。20世紀の前半に活躍した芸術家なんですけれども、書画、それから篆刻、陶芸、あとはお料理、それから料亭のディレクションとか、さまざまなジャンルのことをやった芸術家なんですね。とってもスケールの大きな人でした。ですけれども、他方で、その美を追求する姿勢がとっても厳しかったということと、あとは歯に衣着せぬ物言いで有名だったので、そのせいで、かなり少なくない数の人を敵に回してしまったというようなこともあったようなんです。ですけれども、そういう芸術家だからこそ支援したいなと思う人たちも出てくるわけで、今回お見せする世田谷美術館の魯山人コレクションというのは、そういう熱心なサポーターの一人だった塩田岩治さんという世田谷に住んでた実業家の方なんですけど、その塩田さんが全て作家の魯山人と直接交流して手に入れた、そんなコレクションなんです。それでその塩田岩治さん、それから奥様の塩田咲さん、このお二人がですね、実際の生活の中で日々めでていた器ばかりというのが塩田さんのコレクションの特徴なんですよね。でその塩田岩治さんは1983年に亡くなってしまうんですけれども、ちょうどその頃この世田谷美術館が、立ち始める時期だった。そしてそれを知った奥様の咲さんが、新しくできる美術館に私たちの魯山人を全て差し上げたいというふうにおっしゃってくださって、そんなわけで、塩田コレクションという名前で、その塩田岩治さん、咲さんの愛した作品がこの世田谷美術館に入ることになりました。こちらが魯山人のパートのメインの展示室ですけれども、作品はこんなふうにフロア全体に点々と置いてみました。お好きなように気ままに歩いていただくと、このおおらかな作風の作品が楽しめるかなっていうふうな気持ちで配置をしてあります。今回塩田コレクションを出すのは割と久しぶりなんですけれども、この機会にフィーチャーしてみたいなと思ったことがありまして、それはそのコレクターだった岩治さん、咲さん、お二人の佇まい、存在のことなんですね。で今回は、それが、少しでも分かるようにお二人の特集展示のようなコーナーをちょっと設けてみました。こちらが塩田岩治さんのコーナーです。塩田コレクションの中には、岩治さんがご自身で金継ぎを施した器というのが割とあります。金継ぎっていうのは、器が割れたり欠けたりしてしまった時に、その割れたところを漆で欠けらを継いで、でそのできた継ぎ目の部分を金とか銀とかで装飾して仕上げる、そういう技法のことを言うんですけれども、例えばこちらの染付ぶどう門鉢、器の縁の奥の方に金継ぎが見えます。実はもともと欠けていた器だったんですね。でその欠けらの部分は鉢の底の方にくっついてしまってるんですけど、でも岩治さんはそれがとても面白いと気に入って、この器を自分で金継ぎして、そしたらその結果継いだ部分がとても素敵なアクセントになった、そんな器になりました。お隣のですね、染付
竹紋皿というのもなかなか豪快です。だいぶ派手に割れたお皿みたいですけど、左からと右から非常に大きな継ぎがありますね。こちらはどうも銀で最後装飾をしてあるようですけれども、この継いである部分が魯山人が描いた竹のこのスッと下から上に伸びるこのラインととてもいいコラボレーションになっている、そんな器に見えると思います。塩田岩地さんは伊豆の方に会社の研究所を作りました。でそこに実は陶芸窯も作って、で魯山人をそこに招いてお客様用の器を作ってもらったり、それから自分も陶芸の手ほどきを受けて、それでこういう土窯みたいなものも作ってるんですよね。まあ作家とコレクターの関係が微笑ましいものだったんだろうなっていうのは、特にこちらの土窯の方からはよくわかるんじゃないかなと思います。こちらが塩田咲さんのコーナーです。35年前に作品をご寄贈いただくときに塩田咲さんのもとを訪れた先輩学芸員から聞いたんですけれど、咲さんっていうのは、まあ、大変小柄な、だけれども、まあ、お年を召しているのにとてもキビキビと動く女性であったということです。お着物をとても粋に着こなしたお茶の先生をやってらした方だと聞いています。でそんな咲さんがお気に入りだったのがこちらですね。お茶の時にお香を炊くのに使う香合があります。それからこちら赤い小さな水差しですね。この2つ特にお気に入りだったというふうに聞いてるんですけれども、咲さん小柄な女性だったとすると多分手も小さかったんじゃないかと思うんですね。でその小さな手の中にすっぽり収まる、あ、それは確かにこれは気に入るだろうなと、まあ、2つを見るととても実感が湧いてくるわけなんです。そして、まあ、北王子魯山人という人の器に対してもなんかぐっと親近感が湧くような、そんな気持ちになる作品じゃないかなと思います。今回この魯山人の展示室窓を開けました。3つほど窓が開いてるんですけれども、それで外の光と風景を取り込んだ展示にしてみました。建物の内側と外側がこれだけ大きな窓でつながっているような空間を持っている美術館ってなかなかないんですよね。しかも展示室です。作品紫外線に弱いものが多いので普通に考えると窓なんかいらないんですけれども、この美術館は窓がありまして、で今回魯山人の作品は掃除機だったら紫外線に当たっても大丈夫なので、まあ、こんな風に窓を広々と開け放して展示をしてみました。あと作品数も割と絞り込んだのでゆったりと見て回れる、まあ、空間も作品も両方楽しんでいただけるんじゃないかなと思って空間作ってます。カメラの後ろには、まあ大きな白い壁もあるんですけれど、午後になるとですね、晴れてる日ですとその壁に外からの光が、冬の光がふわっと入って、で壁に光の絵ができるみたいな、そんな時間帯もあるんですよ。実はですね、去年の夏、まあ、コロナ禍で、誰もが大変な思いをしたわけですけれども、ここの美術館もどうにも動きが取れなくなってしまいまして、で作品のない展示室という企画をやりました。7月と8月、もうその名の通りで作品は何も出せないんだけれども、この美術館のこの展示室窓を開けて椅子だけ置いて、で夏の緑と光を窓から眺めて時間を過ごせるような場所を提供したんです。で最終日の閉館後にはこの場所を使ったパフォーマンスもやったんですよね。明日の美術館を開くためにっていう題名で、まあ、本当にこれも題名の通り私たち祈るような気持ちで、そんなパフォーマンスをやったんですけれど、まあ、そういう企画を通して
この美術館の財産って何なのかなっていうことをやっぱりとてもたくさん考えさせられました。そういう状況、まあ、今もコロナが続いてます。こういう状況の中でもわざわざご来場くださる方にとって、それから来場はできないんだけれどもこの美術館に思いを寄せてくださる方もたくさんいらっしゃるので、まあ、そういう方々に対してここどんな場所になったらいいのかなってことはこれからもずっと考えていくんだろうなというふうに思ってます。で、まあ、今回のこの器と絵筆という展覧会、特にこの魯山人のパートは、まあ、そういう夏の経験とかそういったことをたくさん思い返しながら、いい居場所になるような美術館って何だろうってことを考えながら空間を作ったような部分があります。というわけで、前半ここまで、後半の素朴派については、続編をご覧いただければと思います。